はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もまたね、新作ゲームの情報を紹介していきたいなと思います。本日の内容はこちら、ワールドウォー Z L4D 系のコーオプシューターエイリアンズファイアーティームを紹介ということでね、来たこれって感じですね。私これね、めちゃくちゃ面白そうだなと思って、もぜひ紹介したいなと思います。で、まあ、ワールドウォー Z に近いんですよ。見た限り、調べた限り、とにかくワールドウォー Z に近いんだけれども、エイリアンが題材になってるんですね。で、エイリアンのしかも2なんですよ。もう来たろみたいな感じで、まあ、これからちょっとね、紹介していきたいなと思うんですけれども、まず、エイリアンズファイアティームっていうタイトルなんですね。で、3人称視点の3人コーオプシューターですね。3人ってところがちょっと寂しいなと思うんだけど、4人にしてくれなかったのかみたいな感じなんだけど、まあ、3人は3人で OK かなって感じなんだけれども、その分軽くなるんでね、ラグとかそういうのが少なくなるかなとは思うんですけれども、で、エイリアンの1から3、オリジナルの1、2、3の特に2ですね、2に出てくる海兵隊、あれが主役なんですよ。海兵隊ががっつり主人公たちの戦闘部隊みたいな感じで、それでエイリアンに占領されたところに行くとかさ、エイリアンの巣に攻撃に行くみたいな、ちょっとスターシップトゥルーパーズみたいな、なんかそんな感じなんですね。で、映画の舞台は23年後ということになってるんだけれども、だから、なんていうのかな、人類はエイリアンっていうのがもういる、もうプレデターっていうのもいるんだけど、エイリアンっていうのがもういるっていうのがみんな知ってるような状況。だから、エイリアンだわーっていうのはもうないんだけれども、海兵隊になって、だからそれこそスターシップトゥルーパーズだよね。で、エイリアンが攻めてくるってこともそんなにもうないんだけれども、エイリアンに占拠されてる惑星とか、スペースステーションとかそういうとこがあるからそこに行くみたいな、なんかそういう感じの世界観みたいですね。で、2021年、今年の夏発売なんですよ。8月、9月あたりだと思うんだけれども、まあ、延期の、ね、可能性も十分あるんだけれども、2021年の夏発売ということで、これはね、L4D じゃない、バック・フォー・ブラッドと、イービル・デッド、あれに続いて、もう私はこれすっごい気に入って、気になっている。めちゃくちゃやりたいなと思って。で、プラットフォームもすごくて、次世代機対応なんですね。PS5、PS4、Xbox SX、Xbox One、あと PC の Steam と。PC の Steam にはね、もうページが、ゲームのページがありますね。ただ残念なことに日本語対応は今のところないということになっております。小さいね、小さくはないんだけど、インディーゲーム会社が作っているので、日本語対応にまでは、まだ行ってないという感じですね。だからローカライズする会社が決まり次第日本語でも発売みたいなね、日本語対応みたいなのが出ると思うんだけれども、まあその辺ね、ワールドウォーデッドと近いかなっていう感じですよね。で、開発はコールドアイロンスタジオというところでアメリカの会社です。スタッフは40人以上もいる大きいね、スタジオなんだけれども、2016年からこのエイリアンのプロジェクトが始まったということみたいです。シリコンバレーにある会社らしいんですけど、シリコンバレーから出てきた会社らしいんだけれども、私ちょっとその辺詳しく知らないんだけれども、とにかくそういう感じで結構大きい会社なんですね。で、長い年月をかけて作られてるゲームということなので、これは結構期待できるかなと思ってるんだけれども、で、システム、ゲームシステムなんですけれども、5種類のジョブクラスがあるそうです。で、5種類の中からその選択して出撃していくみたいな、そういうマルチコープ。もうワールドウォー Z と一緒だろみたいな感じだよね。ジョブがあるって時点で、L4D って、なんかゲーム雑誌の方は言ってるんだけれども、ジョブがある時点でワールドウォー Z じゃないのみたいな感じで、なんでワールドウォー Z って言わないんだよみたいな、なんか、ちょっとやきもきしてたんだけど、TPS 視点だしさ、みたいな。キャンペーンもなんか、ね、ちょっとストーリーもあるみたいな感じらしいから、そんな感じなんですよね。で、敵はエイリアンがまあ主体なんだけど、11種類はエイリアン、ゼノモーフっていうんですね。生物種、ゴリラみたいのがあるんだけど、あれはエイリアンはゼノモーフっていうらしいんですよ。ゼノモーフの敵が11種類って、それとは別に9種類のなんか敵、まあ、人類だよね。企業とかとも戦うらしいんだけど、わかんないけど、企業の部隊とか、なんか AI のボットとかいるのか知らないけれども、その辺がね、敵として出てくるということみたいです。で、武器も30種類以上用意されてるということで、70種類以上のアタッチメントでこの武器類をカスタマイズ可能なんですね。もうこれ聞いただけで、ワールドウォー Z じゃんみたいな、ワールドウォー Z エイリアン版じゃんみたいな、もう、来たーみたいな感じやで、これ絶対面白いと思う。これはもう絶対面白いと思うんだ。もうぜひね、みんなでやろうって感じなんだけど、早く夏来いみたいな感じだよね。これは絶対みんなでね、遊んだら面白いと思います。で、クラスとかシステムがもうちょっと詳しく出てたんで、深掘りしたいんですけれども、ガンナーとデモリッシャーとテクニシャンとドックとリコンがあるらしいです。なんかガンナーはガンスリンガーみたいなやつだよね。で、デモリッシャーは爆破系みたいな感じだよね。で、テクニシャンはなんか、タレットガン置いてとかなんかそういうのでね、普通。で、ドックはメディックだよね。で、リコンは、支援要請ができるみたいなさ、なんか支援のなんか、
玉補充とかでね、フィキサーみたいな感じかもしれないね。なんかそういう感じだと思うんだけども。で、ワールドウォーゼット同様、まあ L4D もそうなんだけれども、NPC はボットとして参戦できるそうです。なので、ソロでも遊べるし、マルチで3人でも遊べるしとか、2人でももちろん遊べるし、1人ボット連れていくとか、もちろんボットオフにしちゃうとかもできると思うんだけども、そんな難しい機能じゃないからね、この辺は。ただ、ボットが L4D ほど賢いのか、ワールドウォーゼットぐらいの賢さなのか、それよりももうとにかくただ、撃ってるだけのタレットガンなのか、よくわかんないけれども、ボットの AI がちょっと気になるかなと思うんだけどもね、どんな感じなんだろうね。ダメージ食らったらメディキット使ってくれるとか、なんかボットのジョブも選べるのかなとか、ちょっと気になるよね。この辺4人じゃなくて3人にしたことで、もうちょっとね、1体1体のボットにその敵とかにも、なんだろう、容量を避けるようになるから、少し賢くできるんじゃないかなってちょっと期待してるんだけど、ボットのその編成も作れたら面白いかなと思いますよね。で、現在発表されているキャンペーン、都市だよね。ワールドウォーゼットでいうと都市は4つあるということなので、この4つが少ないなとちょっと思うんだけど、私はまあもう 6つは欲しかったかな、発売日時点でとは思うんだけれども、分かんない、これから増えてくれないかなと思うんだけど、4つが1つ1つがクリアまで、まあ L4D みたいに1時間ぐらいかかるとかね、4つにぐらいに小分けに、4つが4つに小分けぐらいされてて、ワールドウォーゼットでいうと都市1つ分みたいな、さなんかそういう感じだとは思うんだけれども、で、アタッチメントとか、いろんなジョブのスキルとか多分ね、アンロックしていくタイプということみたいです。それではね、とりあえず予告編がありますので、予告編一緒に見ていきたいなと思います。これちょっと熱いんでね、ぜひね、ゆっくり見てみてください。字幕もね、つけましたんで参考にしてみてください。それでは予告編スタート。 There are some places in the universe. I've got movement.You don't fight alone. というわけでですね、現在画像がこれしかないのでずっと繰り返しになっちゃってるんですけれども、まあ音声つけたら全然また雰囲気が変わったと思うんですけれども、個人的に気になる点なんですけれども、音が映画のまんまですよね。これ2私大好きだから音まで覚えてるんだけど、その銃の撃つ音独特なんですよね。あと胴体センサーの音、ペコントコントコンみたいな、あれが映画のまんまなんでね。あ、これはかなり映画の雰囲気にこだわってるなってのが、もうこれですぐわかるって感じなんですよね。で、もちろん火炎放射器もあるし、ライトマシンが腰ね、トレーニングしてたよね、映画で。シャッて構えるんだよね。女の人がすごいいい味出してるんだよね。あの女の人っぽいキャラクターもいるから、キャラクターメイキングみたいなのもしかしてあるのかなとかちょっと思ったりしてんだけど、で、敵に企業の人間部隊か、もしかしたらアンドロイドかもしれないけど、企業の部隊もいるのかなって感じだよね。物陰に隠れたりとかあったから、しゃがむだけにしてほしいんだけどね、隠れるって動作あると引っかかったりして動きにくいんですよね。ただ、しゃがむだけのシンプルな作りにしてほしいなと思うんだけれども、で、キャラクターが TPS 視点なんだけど、ちょっとワールドウォーゼットよりキャラに近くて、どっちかというとバイオ風かなっていう印象を受けたんですよね。で、バイオ風なんだけど、バイはちょっとなんかもっさりした感じの戦闘になるんだけど、これはエイリアンの方はかなりワールドウォーゼットみたいにスピーディーにやる感じだよね。戦闘とかダッシュとかもあるから、かなりスピーディーな戦闘で、まあバリバリ撃ちまくってるからストレス発散系じゃないかなと思うので、まあそうじゃないとね、シューター系はちょっとストレス発散系の方がね、やっぱり流行るとロングランになると思うんで、じゃないとね、長くやれないんだよね。ストレス溜まるような感じの、なんかさっきも言ったように、
物陰に隠れるって操作があると引っかかっちゃったりしてなんだよってなったりするんだけど、そういうのがなくね、ワールドウォーゼットみたいにシンプルに、あと弾の補充も結構自由にできたりとか、弾切れ心配しないでゴーって打ちまくれる、こういうゲームだとかなりね流行るんじゃないかなと思うんだけど、まあ見た感じそんな感じだからいいんじゃないかなと思うんだよね。エイリアンも雑魚で大量にワーって来る時もあるし、ボスっぽいのでマザーみたいなのがゴーって襲ってくる時もあるし、1対1のボス戦みたいのもあるのかなみたいな感じだよね。いや、これはね、すごい楽しみですね。とりあえず2021年の夏発売ということなので、またこれから新しいニュースとかね、出てくると思うんですけれども、そしたらね、すぐにお知らせしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方とかもね、よろしくお願いいたします。それでは、ラビットでした。皆様の良きシューターライフをお祈りしております。ほいじゃ、またね。